どうも、エナジー福田です。今回は冬にデカバスが釣れる理由ですが、冬は水温が低く、小バスは越冬モードに入って動かなくなり、低水温でも動けるデカバスだけしかいないという状態なので、冬は釣れたらデカいということになります。それを詳しく説明していきます。まず知っておいてほしいのは、ブラックバスというか魚は変温動物です。変温動物は外部の環境の温度、 ま、水温ですね。によって体温が変わる生物であり、この特性がブラックバスの行動に大きく影響します。そして、ブラックバスの活動できる最低水温は5度という情報があります。春から秋までの適水温のタイミングでは、水中には小バスもデカバスも一緒にいるという状態です。そして、デカバスの数よりも小バスの数の方が多いんで、釣れる確率的には小バスの方が多くなり、 コバスの方が先に捕食してくるんで、ズ釣りはしやすい時期でもあります。そして冬になると水温が下がってきますよね。そうなると体温がなくて寒がりの小バスは、深くて水温が安定する場所に固まって、越冬モードになります。で、この越冬モードでは、バスは代謝が落ちてエネルギーを節約するために活動を大幅に減らし、ほとんど食事をしません。ディープでじっと春になるのを待っているというような状態です。 そして水中にはデカバスだけが残っている状態となり、ルアーを投げたらデカバスがバンバン釣れますという感じがいいんですが、残念ながらそうじゃないですで。そもそものデカバスの数が増えるわけでもなく、数自体は同じですし、常に捕食しているというわけじゃなくて、普段は小バスと同じように暖かい場所にいます。で釣れるのはお腹が空いた時や、お昼から太陽によって水温が上昇して動きやすい13時以降などに、 氷水温が温められ活動しやすくデカバスが捕食するタイミングとなります。で、この時はシャローの餌場へ移動していくんで、その時にルアーを投げたら釣れるという感じになりますが、この時のバスはまだ寒くて、僕らで言うと手がかじかんでいるような状態になるんで、そういうバスにも捕食できるように、ゆっくりと動かしてあげるか、リアクションで無理やり口を使わせるか、このどちらかで狙っていく必要があり、 でゆっくり動かせるルアーはススイイムベトトやミドストなどデッドスローで巻いていきでリアクションの釣りはメタルバイブのリフトフォールやシャットの高速巻きかトゥイッチなどが定番となっていますそのデカバスが出てくるタイミングと釣り方がバチッとあった時に釣れるんですがそのタイミングがなかなかつかめず難しいんで簡単にポンポンと釣れるわけじゃないんですが釣れたらデカいんで寒くても頑張って通うといい思いができることが多いです 詳しいバスの動きと狙い方は毎月バスの釣り方解説をしてるんでそちらをチェックしてみてください。